A、B テストとは主にインターネットマーケティングで行われる施策判断のための試験の総称である。競技では A、B テストは仮説検定を指す属称であるが、講義の A、B テストはインターネットマーケティングにおける施策の量費を判断するために2つの施策同士を比較検討する行為全般を指す。ただし、無基準に A と B を とりあえず作成して比較し判断するという意味ではない。英語版、Wikipedia の AB テストの解説には A, B テスティングイズ、A タームフォー、A コントロールドのエクスペリメントという記載がある。つまり AB テストとはコントロールグループに対してテストグループをチャレンジさせて比較することが本来の趣旨という意味である。コントロールグループという基準がなければ季節変動など 純粋なクリエイティブ要素以外の変動要因の影響を判断できないため科学的とは言えない。テストしたい対象以外の影響を最小にするにはコントロールグループという概念が必須なのである。ちなみに下記の総ビチ茶の事例は総ビチ茶がコントロールグループであり総ビチ茶スッキリブレンドがテストグループとなる。A と B の2種類の新しい総ビチャをゼロから作成し、 どちらが良いかをテストしたわけではない。ウェブサイトにおける A、B テストでは、ウェブサイト内の一部分を変更することで、比較したウェブサイト内のパーツ、A と B のどちらがよりユーザビリティの観点から優れているかを検討する。インターネット広告における A、B テストでは、クリエイティブを均等に出し分けることで、比較したい広告、A と B のどちらがより成果を上げるかを比較し、採用する広告を判断する。ランディングページ最適化における A、B テストは、インターネット広告のランディング先ページを複数用意し、ランディング先を振り分けることで、ランディングページ A と B のどちらがより成果を上げるかを比較し、採用するランディングページを判断する。 2013年には日本コカ・コーラの発売する総研ビーチャで総研ビーチャスッキリブレンドと総研ビーチャを併売し消費者からの投票で継続発売する方を決めるという総研ビーチャ国民投票が行われた。ありがとうございます。